ブーマニの戦いは、独祖戦におけるバルバロッサ作戦中の1941年8月に、ウクライナの都市ウマニ近くのブーフ川東岸で行われた、数軸軍によるソビエト赤軍の包囲戦である。バルバロッサ作戦で、ウクライナの攻略を担った南方軍集団はスターリンが、ドイツの指向性地点をウクライナであると判断していたため兵力が厚く、北部、 中央の戦線のように国境でソ連軍主力を殲滅するに至らなかった。ドイツ軍は第1装甲集団に第6軍、第17軍を加えて攻勢をかけたが、西部国境の軍管区の中で、キロボルト -1 重戦車、キロボルト -20 戦車、T-34 中戦車の下半が、キエフ軍管区に置かれており、6月24日、ソ連最大の野戦軍である。 南西方面軍がこれらの強力な機械化兵力を繰り出してくると非力なドイツ戦車部隊では力攻めで突破することはできなかった南方軍集団の中で3個装甲師団で構成された第一装甲集団がポーランド領からキエフ軍艦区方面へ先行していた第一装甲集団はリビウロボの艦へと進撃しキエフへ続く鉄道網を寸断したスターリンは ウクライナ防衛のためキエフ特別軍管区の戦力を編成して南西正面軍を創設司令官のミハイル・キルポノス大将にハンガリー国境の防衛と機械化兵力での反撃を命じた。キルポノス大将は第5軍と第6軍に南北からの攻勢を命じ6つの機械化軍団を投入し第1装甲集団の側面をついたブロディ近郊で 第二次大戦最大の戦車戦が繰り広げられたが、ソ連側は、兵艦、通信網の混乱に加え制空権を失っていたため補調を合わせた攻撃ができず敗走した。中央軍集団とは、通行不能のプリペャチシッチで隔てられており、7月2日、ルーマニアで待機していたドイツ第11軍を、キエフ方面へ、ルーマニア軍を、オデッサ方面へ発進させた。 南部ウクライナでは前線していたものの北部バルト三国、中部白ロシアの戦線で敗北を重ねていたソ連軍はスターリン戦に後退することに決めた。この後退に乗じて第一装甲集団はスターリン戦を突破し、7月9日までにジトーミルベルドイチュを落とし、装甲師団はキエフの目前に迫った。ここで装甲師団が紫外線に突入し被害が出るのを 恐れたアドルフ・ヒトラーが作戦に介入してきた。総甲士団は南下して、第11軍と共に法移人を形成せよという命令である。7月10日、ソ連側でもスターリンが統一した指揮を取るため、統帥権を掌握し、ドイツ側の軍集団に対応して、北西、西、南西総軍を設置した。南西総軍司令官には、セミオン・ブジョンヌイ元水、軍事会議員には、 ニキータ・フルシチョフを起用、同時に、キエフに迫るドイツ軍に反撃を開始した。第一装甲集団だけでは戦局を打開できない、ことを見た、南方方面軍司令官ゲルト・フォン・ルント・シテット、元帥は、第6軍に、プリピアチッチ対南面を守るソ連第5軍を、抑えさせ、第17軍を、第11軍の補強に回し南方から、 大きい包囲陣の完成を目指したが、失敗に終わった。最終的には、第11軍が7月末、ブーフ川に達し、第17軍と、装甲士団は、ウーマニに向かい、8月2日、ウーマニイコールブーフ川間に小規模な包囲網が、完成した。ソ連第6軍、第12軍、第18軍を包囲し、10万人余りを捕虜にした。この8月末に、南方軍集団は、 ドニエプル川に達した。ドイツの構成の主軸を南方の主限地帯にあると考えた部隊配置により比較的強力なソ連軍の南方の部隊に対し、一個装甲軍集団の変異化包囲では限界があったと言える。ただし、キエフを迂回したのは正確な判断で、キエフ正面には強力なソ連軍が待ち構えており、抜くのは不可能であった。キエフの陥落は、 中央軍集団からのグデイリアンの南方戦海によるキエフの戦いまで待たなければならない。ここでは第一装甲軍集団と第二装甲軍集団の両翼包囲作戦によりソ連軍の作戦的な祖母も手伝い、ソ連のこの方面の野戦軍を壊滅させることに成功した。 この南方戦会により2ヶ月間を無駄にした大将は、モスクワの戦いの開始の遅れとして響いたとされているが、実際には、後方からの徒歩部隊の進撃と補給網の追走が間に合っていなかった。また、バルバロッサ作戦では、モスクワが副次的な目標とされ、ウクライナとレニングラードが第一目標として位置、付けられていた。ウクライナの野戦軍撃滅を優先した。 参謀本部の方針は、バルバロッサ作戦の規定方針に過ぎない。ありがとうございます。